飯山英栄作は、日本の柔道家。戦前の全日本選手権大会を二度制したほか、明治神宮競技大会や昭和天覧試合でも、活躍するなど、当時の柔道界きっての競合として知られた。警視庁柔道教師などを務め更進の指導と、柔道の発展にあたったが、太平洋戦争で戦死した。1907年、 富山県高岡市の片原町に今日構える飯山、竹次郎の家に長男として生まれる。高岡商工実習学校在学中より、横田清師範の下で柔道の稽古に励み、1925年に高道館へ入門して、わずか3ヶ月後には、初段位を許された。翌26年には10月に二段となり、11月の第3回明治神宮競技大会では、 柔道競技のイサム組に出場、第3組の6人リーグ戦では6戦全勝で1位となったが、決勝リーグ戦では3勝2敗で、鹿児島の平田進む東海山の谷、佐田英二に次ぐ3位に甘んじた。以後は前にも増して、柔道の稽古に先進打ち込み、1927年より、県立福の農学校の柔道教師となって、1930年には、 行動官の4段位と第2本部特会の精錬賞を受けた。同年11月の第1回全日本選手権大会に一般総年前期の部で出場した飯山は準決勝戦で朝鮮の北にしげとし4段を移り越しに破り、決勝戦では東京学生柔道会の花形である笠原岩を5段と大接戦を繰り広げ、主審を務める三船久蔵七段の首をひねらせた。 ものの選手権獲得はならず。それでも、このように柔道家として、順調に出世品を馳せた飯山は、翌31年7月には5段くらいに列せられた。その後、1931年9月に、警視庁に入り、東京市深川区に本拠を基準差となった飯山は、独自の旧制度を設ける、警視庁で、すぐに、これを受験し3級に合格。 1932年には、東京水上警察署の女子を任ぜられ、1933年警視庁、柔道教師を拝命した。この頃から4から5年が、飯山の選手としての最盛期であり、身長170センチメートル、体重79キログラムという中型の体育ながら、右の内股、体落ち、小外刈りを得意とし、足払いも巧みで、特に、小外刈りや、 小外刈りから内股に展開し、さらに小外刈りへ変化するという連絡儀に長けていたという。また、越中人らしい粘り強さも武器の一つであった。競技歴としては、1932年の10月11日と12日に、陸軍富山学校演習場で開催された第4回全国警察官武道大会に、警視庁3級で出場し、準決勝戦で、 北海道の柏村らみの三段を出会いし払い、決勝リーグ戦では、大阪の神原良太郎四段を、大外返しで、福岡の坂井へ五段を内股でそれぞれ下し、優勝した飯山は芝叩く間に、警視庁に飯山ありとその名を知られるところとなった。続く11月の第三回全日本選手権大会の一般総年前期の部に、第二区代表として出場した飯山は、 朝鮮柔道界の欠物と知られた池果、龍四段に体落ちで畳を背負わせ、大阪の大谷文次郎四段を小外がかりに破って優勝を決めた。主審を担当した田畑翔太郎八段をして、いいやまずよしと言わしめている。1934年5月の皇太子殿下五誕生報祝天覧武道大会には指定選手として出場予選リーグ戦で、 埼玉の曽根構造六段、茨城の川上忠五段を相手に勝利を収めたが、宮崎の尾形俊六段に優勢で敗れて、決勝リーグ戦出場はならず。同年9月の内地外地対抗試合では、内地軍八勝に抜擢され、外地軍大将の神田久太郎六段を得意の内股で宙に回せ、内地軍に7人残しの対象をもたらした。1935年10月の、 第5回全日本選手権大会では、日本柔道界の最高峰ともいえる、専門総年前期の部に前々大会と同じく第二区代表として出場し、準決勝戦で、武道専門学校出身の瀬戸口新吉五段を、小外刈り、決勝戦で、後藤三郎五段も同じく、小外刈りで下して、優勝を果たした。審判は、準決勝戦が、佐村海一郎八段。 決勝戦が、三船九増八段であった。なお、飯山は、この間1934年3月に、第二本部特会の練習号を、同5月に教師号を受けている。1936年2月には、行道館六段となり、同年4月に、福岡市で開催された第一回全日本、東西対抗大会に、東軍八将として、出場。 西軍九将の高木栄一郎五段と引き分けた。1943年に家族に送られた軍服姿の生前最後の写真1938年に関東州警察部に招聘された飯山は柔道教師として大連市に渡り、州警察の他大連一中の教師を務めて柔道の普及、振興に尽力した。一方、戸万語も引き続き選手としても活躍し、 1939年7月16日の東京学生連合体全満州対抗試合に満州軍大将として出場した。1939年10月大会方式が一新された日本選手権大会の第九回大会には専門の部で出場し、二回戦で長野の磯部昭一五段を内股で、三回戦で広島の大田竹雄五段を小外掛かりで、 4回戦で、群馬の砂が清右衛門5段を延長の末に判定で下したが、準決勝戦では、兵庫の時金勝美六段に判定で敗れて、再度日本一の栄冠はならなかった。年齢別方式が廃止された、同大会において、32歳という年齢はどうともし、がたかったと言える。この他、1 9四十年二月に、期限二千六百年を祝して、 宮崎市で開催され、第2回全日本東西対抗大会には、西軍選手の旧将として、小田恒種の弟子である東軍重将の麻生拓恒義五段と引き分けている。太平洋戦争の戦火に暗雲が垂れ込める1943年3月7日に召集された飯山は、母体である舞鶴海兵団の海軍陸戦隊員として参戦し、台湾を経て、 フィリピン諸島最大の島であるルソン島に派兵された。戦局が国一国と悪化する中、1945年2月26日に2隻の潜水艦でマニラから撤退を試みたが、飯山の登場する艦が沈没して戦死を遂げた。柔道評論家の黒田武氏は、後1985年に専門雑誌近代柔道の特集の中で、 戦手しなければ、今頃は球団になっている。柔道家と、その死を惜しんでいる。なお、飯山が隊員として招集された時に5歳であった。長男は戦後、東京スポーツ新聞社の記者となった。ありがとうございます。